皆さんこんばんは。香畑正則です。浅見遥香です。今日の太鼓チャンネルは先週に引き続き太鼓祭り in 豊田第1回西日本大会の模様をお送りします。もうね私先週から興奮しっぱなしです。しっぱなしですか。はい、 OK。 じゃあ元気にいってみようか。太鼓チャンネル。太鼓祭り in 豊田第1回西日本大会。西日本で初の開催となる太鼓祭りは愛知県豊田市で行われました。今回は12団体がエントリー。熱い演奏を見せてくれています。今日はその続きの模様をご覧ください。高松一家チーム結成は2010年7月。はい、はるかちゃん。はい、このチーム、はい、実はね本当の家族なんです。すごい。すごいよね。家族でチームができるなんて、うん、本当になんか幸せじゃないですか。もうそれだけですごいパワーだと思う。いや、なんか私憧れちゃいます、うん、奥風太鼓。和太鼓の魅力をみんなに伝えたい、地域を元気にする、活力を与えるシンボルが欲しいというテーマのもと頑張ってます。コンテストへのエントリーは今回が初めて、出場決定は夢のようですと語ってくれましたよ。航空学園 JAA 太鼓アカデミー太鼓集サル、創部32年を迎え高校生を中心に活動中。でね、オリジナル曲に取り組んでて、自由と規律を基調とした曲で日本人の誇り高い精神性を表現してるんだって。実に凛々しく勇壮です ね。和太鼓集龍の子。結成は2000年。和太鼓や民族芸能を通して子どもたちを心豊かに育てようという思いで活動しています。高校生以下の子どもたちが中心というチームらしく、元気あふれる楽しさ全開の演奏で頑張っています。
海燕。結成は1992年、いよいよ20年目に突入。常に目標を設定し、それに向けて少しでも上達することの喜びを大切にしながら活動してきました。でね、この海燕、じゃあ今年の目標なんだろう。何ですか？この大会です。うわ、目標をね、何事も作ることって大切ですよ ね。創作和太鼓集団みやび、結成は2003年。楽曲から演出、そして衣装に至るまでオリジナリティを模索しながら躍進を目指して活動しています。今日もお客様との一期一会の出会いに感謝し、心を込めて打ち込みますとのことでした。太鼓祭り in トヨタ第1回西日本大会、続きはまた次週。こんにちは、スワンド和太鼓講師のゆきみです。今日はゆきみ流曲打ということで、まず基本を皆さんにお教えしたいと思います。まず足を肩幅よりも広く取りましょう。しっかり膝を曲げてください。そしてバチの持ち方はしっかりとグーで握って、それを頭の上で平行にします。そこからまず右に体重をかけて、ドン、左に体重を移動します。その時にしっかりバチも打ちます。左もドン、右もドン、体重をしっかり移動させながら打っていきます。はい、ではちょっと太鼓を使って一回叩いてみたいと思います。こんな感じでしっかりと体重を乗せて、音も打ち抜きながら楽しんで、曲に合わせて楽しんでみるといいと思います。エクササイズ効果もありますので、皆さんもお家で試してみてはいかがでしょうか。ゆきみでした。今後のイベント情報、まずは和太鼓スーパーライブ in スワンドが行われます。今回は響き東園、和太鼓総、そして龍子太鼓が出演します。会場は午後5時半から。迫力満点の演奏をぜひ肌で体感しましょう。そして30日には太鼓フェスティバル第6回スワンド発表会が埼玉県の市民会館大宮にて行われます。スワンドの生徒さんたちが日頃の成果を存分に発揮します。ぜひお越しください。会場は昼12時半です。一段入魂を刮目せよ。太鼓祭り in 熊谷ドーム2011日本一決定戦がいよいよ開幕します。
今回は組太鼓に8団体、大太鼓一人打ちに8人がエントリー。その他ご覧の団体が出演予定。開催日は12月18日日曜午前11時開演。場所は彩の国熊谷ドーム。ナンバーワンを決めるのはあなただ。太鼓のイベント盛りだくさん。この機会にぜひ足を運んでみてください。さて、次週の太鼓チャンネルは引き続き太鼓祭り in 豊田第1回西日本大会の模様をお送りします。いよいよ西日本一が決まりますよ。ありますよ。もうね、どの団体が1位になるのか本当に楽しみです、ねえ、はい、皆さん絶対に見逃しちゃいけませんよ、うん、ね。それでは太鼓チャンネル、また来週。そして番組では太鼓に関わる皆さんからのビデオレターを大募集。ご覧の宛先までご応募ください。